2004年セカンドステージチャンピオンに輝いた浦和レッズ。圧倒的な攻撃力を武器に勝ち続けたチームはついにその栄冠を手にした。長年待ち望んだレッズのステージ優勝に浦和の街は歴史に残る盛り上がりを見せた。そのレッズ優勝の立役者、永井雄一郎。 J リーグ屈指のスピードと切れ味あるドリブルで相手チームを翻弄しゴールを奪うストライカー。永井の活躍がなければレッズの躍進はなかった。永井雄一郎が背負う背番号9、浦和レッズ背番号9には大きな意味がある。現役のプロ選手を引退することを決意いたしました。去年の12月の頭ぐらいにはもうやめようっていうふうには決めてましたけど、レッズのユニフォーム以外を着て戦っていくのは厳しいかなと思いました。福田正博、 J リーグ開幕からエースとして浦和を牽引。95年得点王に輝くなど長きにわたりチームを支えた男。そしてミスターレッズと呼ばれ最も愛された男。その福田正博が背負っていた番号。ミスターレッズの称号を受け継ぐためにサポーターの期待を一身に受ける永井。浦和のために走り、浦和のために戦う。そして背中に輝く球を自分のものとするために、戦い続ける永井と全ての思いを託した福田がついに対談。永井雄一郎、福田正博、背番号9でつながった2人が語る浦和レッズのエースに求められるものとは。 J リーグ on TBS チャンネル。97年に入団して今もう2005年だよね、うん、もう9年目です。目のシーズンから、うん、もう新人ではないよねチームの中ではもうベテランの領域なのかなっていう、まだ若い26かな、26になります、ね、26、うん、でまあその97年に永井がこう入ってきてね、俺が思った最初の印象っていうのはもう本当に高校出てきてもう18ぐらいだったと思うんだけど、17だったかな、17、ね、はい、でとてもそうには見えなかった。非常にこう技術的にもあとね、こう容姿もう非常に今も非常にかっこいいけどその時もこうスラッとしてね、非常にかっこいい。どちらかというとまだ今のガッチリしてると思うけど少しこうか細い感じはあったけど、非常に技術もしっかりしていて、とても18歳17歳には見えなかったんだけど、やっぱり入ってきてその時はまあやれるって自信はあったのかな。そうですね、まあ、あの高校2年とか3年の時とかにもそのレッズの練習とかに少し参加させてもらってて、なんとなくこう肌ではこのプロのサッカーっていうものは感じることができてたんで、まあ少しこう、まあ、まだその根拠のない自信というか、まあその手応えっていうよりは多分やれると思うみたいな感じは持ってましたよね、うん、堂々としてたよね、入ってきた時からね。そういうふうに俺はイメージとしては持ってるんだけど、うん、そうですね、まあ、そんなにでもその自分が思ってた以上にその前の技術の高さにちょっとびっくりしたのもちょっと正直あって、逆に生かしてもらえる喜びっていうのもすごいあったけど、自分が本当にその通用するかっていうのは多少不安なとこもあったりして、そんなにこう最初の頃は見てこう盗むことばっかりこう考えて、そんなにこうちょっとちっちゃくいたつもりだったんですけどね。そんなことなかったよねではどの辺が一番こう自分がイメージしてたのと実際入ってやってみてどの辺が一番違うのかな、どの辺がレベルが高いなっていうのを思ったのか。
その高校までとかっていうのはそのプレッシャーもやっぱりあまりなくて、その比較的その自分が自由にプレーできる時間っていうのがすごくあって、ただプロになった時に周りのプレッシャーの厳しさがすごく感じて、でその中でもしっかりその自分の技術を出せるっていうのがちょっとこう自分の中ではこんなに差があるんだっていうものは少し感じてましたね。97年に初めて会って、今俺は永井に対してのイメージを言ったんだけど、永井は俺に対してどんなイメージを思っていて、実際会ってみてどうだったっていうことをちょっと聞きたいんだけど、これ正直に答えてくると構わないよ。そうですね、テレビで見せたイメージっていうのはこう比較的そのこうみんなとこう、まあ、下から見ればこう話しやすい感じの人なのかなっていうのはちょっとあったんですよね。でやっぱりチームでやっぱ福田さんも中心でやってて、でもそういう中心の中にいる人でも少しこうなんていうの、溶けるというか感じで接してくれるのかなと思ってたのが全く逆でした、ね、ああ逆かということはあまりいいイメージがなかったってことだね。第一印象は最初、まあ、自分がちょっと変に意識しすぎてたのもあったんですけど、やっぱりその自分はそのテレビで画面の中でプレーしてる選手っていうのをちょっと頭に置きすぎたのもあって、だからちょっとこっちが逆にこう緊張しちゃってたのもあったから、余計なんかあんま僕ね、福田さんとね1年目とか話した記憶ないんですよね。そうかな、俺ね合宿の時にこっち側から話したことがあるかなっていうのはイメージとしては持ってるんだけど、なんとなくそう話しかけられたっていうのは覚えてるんだけど、もう本当一瞬パパッと言葉を交わしただけで感じだったんですよね、イメージは。で福田さんの時にリハビリしてたんですよ、まだ。だからその特にチームで練習とかも一緒じゃなかったから、余計こうちょっとこう距離を感じちゃった部分もあったかもしれないです。そう、永井がちょうど入ってきた97年っていうのは俺にとって非常に辛い時期で大きな怪我をした時だったから、でそういうところも少し影響してるかなって気はするんだけどね。で慣れてきたら全然また違いましたからね、やっぱりこんなにこう意外と面白いこと言うんだなっていう